こんにちは時事軍事です今年10月以降偵察衛星が中国西部で米軍の空母駆逐艦戦闘機早期警戒機などの実物大模型を発見しましたこれは中共軍が米軍を標的とした攻撃実験を急速に進めていることを示唆しています10月に衛星画像マクサー社が米海軍協会 USNI に提供した衛星画像によると 中共軍はタクラマカン砂漠に米空母や少なくとも2隻のアーレイバーク級駆逐艦の実物大モデルを建造していますこれは新疆ウイグル自治区のチャルクリク地区に建設された射撃場の一部でいわゆる空母キラー DF21D 対艦弾道ミサイルのテストに使用される射撃場に近接しています空母の模型は画像上では島などがなく平面に見えますが周囲の砂漠に空母の輪郭がくっきりと浮かび上がっています 空母に加えてアメリカの駆逐艦の模型や計器類の装置やシミュレーションに使われたと思われる建築物がより詳細に再現されています画像によるとこれらの模型は幅約6メートル長さ約7 5ルでレールのような軌道上に搭載された攻撃用のターゲットのようです11月7日に公表された衛星画像会社の画像にはアメリカの空母を模した2つ目の模擬ターゲットが映っていました このターゲットは、タクラマカン砂漠にある大規模ミサイル発射場と思われる場所から約300マイルのところにあります。今年の10月頃に建設されたものと推定され、完成したばかりのようです。最初のものとは異なりますが、このターゲットも実物大ではありません。アメリカのニッツ級航空母艦の約半分、全長約173メートル、568フィートの大きさで、レール軌道はないようですが、より大きなレーダー反射装置を持っています。 地理空間情報社オールソースアナリシスによるマクサー社画像の分析によると、これらの模型は弾道ミサイル実験の標的として使用されていたとのことです。これらのアメリカ軍艦の模型はレール状に取り付けられ、地面に移動または固定で、ミサイル攻撃に必要なターゲットの特性をシミュレートすることができます。 兵器によって模型が攻撃された形跡はなく、またセンサーや建築物の存在など、シミュレーションの細部が充実していることから、このエリアはしばらくの間再利用される可能性があると判断されました。これらの施設で実験される兵器の範囲はまだ不明ですが、中共がミサイル実験を進展させていることは明らかです。このような抑止力への投資は、対アメリカ海軍に特化し、特にアメリカの空母艦隊に向けられたものです。 また、中共の対艦弾道ミサイル計画が拡大しているという米国防総省の主張を裏付けるものでもあります。11月上旬に発表された米国防総省の報告書、中国の軍事及び安全保障の進捗状況によると、中共海軍の主な目的は、西太平洋全域で米空母を対艦弾道ミサイルのリスクにさらすことです。 中共はそのロケット軍が監督するいくつかの対艦弾道ミサイル計画を持っておりその中には射程距離約1 5 0 0キロ以上の DF21D や射程距離約3 5 0 0キロの DF26 などがあり中共はこれらを空母キラーとして宣伝しています2019年7月中共海軍は初の実戦的な対艦弾道ミサイルの発射を行い DF21D ミサイル6発をスプラトリー諸島の北方海域に向けて発射しました DF-26 は通常弾頭と核弾頭を搭載でき、太平洋第2列島の米軍基地をカバーできる航続距離を持っています。中共は陸上の対艦弾道ミサイルに加えて空対艦、艦隊艦のミサイルも保有しています。これらの兵器は全て西太平洋のアメリカ艦隊の脅威となっています。 香港のサウスチャイナモーニングポスト紙によると最近の衛星画像には新疆ウイグル自治区コルラにある中共ロケット部隊の射撃場に F35 ライトニング2戦闘機の模型と思われるものが少なくとも4機映っています。これらの模型は中距離弾道ミサイル DF16 及び DF21C の訓練標的となる可能性があります。 DF16 の射程距離は約 1000kmDF21C の射程距離は約 2000km で中共がこの2つのミサイルを東北エリアに配備すれば韓国と日本の米軍基地にとって直接的な脅威となります地上 F35 の模擬訓練と DF21C の配備は日本の岩国空軍基地に配備された米海兵隊の F35B 三沢空軍基地に配備された航空自衛隊の F35A 韓国の雲山基地とウサン基地に配備されたアメリカの F35A に対する直接的な脅威と理解できます中共のロケット部隊が確立した標的の特徴は西太平洋における米軍の存在を明確に指し示していますが実戦で作戦意図が達成できるかどうかは全くの別問題です 対艦ミサイルは速度と射程距離が優れていると言われていますが現在までに実践的な運用例はなく赤外線やレーダー誘導による攻撃の最後に移動目標に命中させる信頼性については広く議論されていますアメリカの空母や駆逐艦は通常30ノットで航行しておりミサイル攻撃を検知した場合にはルートを変更してミサイルのキルゾーンから逃れますそのためにはミサイルの誘導システムが十分に広い範囲をスキャンし 干渉をフィルタリングしてターゲットを識別し追跡することが必要ですその際潜水艦無人偵察機海上哨戒機早期警戒機人工衛星などの他の情報濃度からターゲットデータを継続的に受信する必要があります中共にとってこれはとても長くてもろいキルチェーンでありどこか一つのポイントで問題が発生すればターゲットを失うことになります 移動する標的を正確に狙うことは中距離の対艦弾道ミサイルが有効であるための必要条件ではあるが必須条件ではありませんまず中距離が衛星やセンサーなどの監視システムを駆使して広大な太平洋上で航行中のアメリカ艦隊を実際に正確に探知追跡する必要がありますがこれができるかどうか疑わしく第2に米軍の電子戦などの防御手段は飛来するミサイルの制御情報をかく乱することができます 第3に中京の弾道ミサイル自体はレーダーや赤外線センサーからの視認性が高く、米海軍は長年にわたり SM3 や SM6 といったミサイル防衛システムを成熟させ脅威に対して対処してきました。中京にはまともな海上監視能力がなく、ミサイル攻撃に必要な目標データを確実に探知、追跡、送信できないことがあります。 というのもミサイル攻撃の際にはミサイルの発射タイミングを見極め目標をロックオンするために海空宇宙の監視プラットフォームとの通信が必要になるからです実際の戦闘ではこれらの中距の偵察通信施設はこれらの情報システムを混乱させたり破壊したりするのに十分な電子戦や移動兵器を持っている米軍のターゲットとなり最初に破壊されるでしょう 中京が完全なキルチェーンを確立するために固定された、あるいは直線的に移動する実物大の標的を用いて移動標的の攻撃能力をテストし訓練しようとしていますが、これは中京の攻撃能力がまだ発展段階にあるという事実を反映しているようです。中京にはイランのように海面を曲線で移動できる米空母の模型もありません。イランはこの模型にニミッツ級 c v n 6 8空母の飛行甲板を描いています。 アメリカ第5艦隊のスポークスマンはイランの演習はこの地域におけるアメリカの作戦を変更するものではなく湾岸におけるアメリカ海軍活動への影響はゼロであると述べましたこれらのことは極めて高度な技術的条件と戦術的能力を必要とする長距離攻撃を実施し複数の高度な防空能力を持ち積極的活動を行う敵に対し中京が現在のような施設で打ち勝つにはまだ長い道のりがあることを示唆しています もちろん現在の中京の進行状況によると一隻の空母に十分な数のミサイルを集中させることで空母打撃軍の防空能力を圧倒するいわゆる飽和攻撃が行われる可能性もありますこの戦法は命中率を高める可能性はありますがたとえそれが効果的であっても空母一隻を攻撃するために使用できる弾道ミサイルの数は何発ありますか空母を撃ち落とした後他の対戦相手に何ができますか 米軍に対する中共の能力は1941年の真珠湾攻撃の際の米軍に対する日本の能力には及ばない可能性があります当時の日本艦隊はハワイで米海軍の太平洋艦隊と戦うために 6000km 以上の荒波を越えなければなりませんでしたこれは現在の中共海軍にはできないかもしれません当時の日本海軍は初期の作戦では成功したものの日本は敗北に終わりました USS ワシントンは現在日本の横須賀海軍基地に停泊しており中共の手の届くところにあります現在西太平洋におけるアメリカ第7艦隊の海軍的地位は第二次世界大戦中の真珠湾における太平洋艦隊とほぼ同等です中共がその気になれば日本の横須賀に停泊している米空母を沈める機会があるかもしれません 中共軍軍事科学院のラエン副院長はアメリカの空母2隻が沈没し数万人の水兵が死亡すればアメリカは戦争の犠牲者をこれ以上出すわけにはいかないので戦争から撤退するという政治的決断をせざるを得ないと主張しましたこの見方の検証については日本はハワイで米海軍の戦艦と空母4隻を沈没させましたがその後の結果を見るだけで判断できるでしょう